企業ロゴデュッセルドルフの本社メトロ AG は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、デュッセルドルフ市に本部を置く、ドイツ最大、ヨーロッパ有数の規模を持つ小売企業グループ。フランクフルト証券取引所上場企業。カウフホーフは、メトロ参加にあるドイツの大手百貨店、小売会社のグループ。1879年に、レオンハルト・キーツにより創業された。 本社はケルン。カウフ・ホーフ百貨店を経営するほか、子会社を持っており、小売業、レストランを展開している。展開国メトロキャッシュキャリーはレストラン、商店などの中小事業者を対象としたキャッシュキャリー方式の会員制卸売チェーン。ドイツ、中華人民共和国など、世界25カ国に約7 5 0店舗を展開している。 従業員数は29万940人。銀座ショールーム流山店日本では、丸紅と提携し、共同出資の形で2000年に、メトロキャッシュキャリージャパン株式会社を設立。2018年4月現在、首都圏に10店舗、店舗面積3000平方メートルを展開している。さらに2009年には、は、首都圏で10から15店体制を築くほか、 関西地方進出も検討し、全国25点体制に拡大する計画が示されているが、2019年6月時点でも計画は実現していない。会員制卸売小売のコストコとは異なり、企業間取引の卸売業であるため、日本では一般消費者は利用できず、大規模小売店舗立地ジ法が適用されない、職のプロフェッショナルを対象とした卸売営業と、 なっている。利用に際しては、無料の会員登録が必要で、その際に、食品小売業や飲食業、種類販売業免許の営業許可証、法人の登記簿や、確定申告書の提出を求めており、営業担当の社員が、定期的に顧客を訪問して、営業実態を確認するなど、厳密な運用が行われている。ただし現在は、地域貢献として、 食品を扱う事業者以外でも自治会、PTA などの地域団体の登録も受け付けている。なお、大規模小売店ポリッジ法の関係で入店できる日数は制限されている。2021年現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で地域貢献会員向けの一般開放日を設定し、近隣住民の利用も可能となっている。ただし、利用には 会員登録と身分証明書の提示が必須となっている。早朝の6時から夕方19時までの営業、定休日は1月1日のみ、ワンストップで済む品揃え、経営相談サービスを行っているのも特徴である。店内では営業時間中にもフォークリフトが稼働しているため、顧客の安全確保のために15歳未満の入店は禁止されている。ただし、 入事を同伴する場合やむを得ない場合は、書面で申請する必要がある。また、同伴者の入店は、最大4人までとなっている。支払いは、現金払いのほか、ビザマスターカードブランドのみ、クレジットカードやデビットカードも利用が可能である。店舗、ありがとうございます。